皆さんこんにちは、まいです。今回のトークテーマは現状最強のクラス編成と SP の選択です。プロジェクトゼノは一度キャラクターを購入して育成してしまうと、よほど資金がない限り新しい編成に変更するのは困難です。ですので、これからマーケットで NFT の購入を検討されている方やパーティー編成にお悩みの方向けの内容になります。マーケットの使い方は他の動画にまとめてありますので、そちらをご覧ください。これから現状最強クラスのランキングを発表しますが、このプロジェクトゼノはアップデートで環境が大きく変化しますので、その時はまた新しく動画を制作したいと思います。またパッシブスキルと武器やチャームとの組み合わせによって戦い方は人それぞれですし、装備のレアリティの差やキャラクターやスキルカードの育成レベルによって到達できるランキングの順位は変化しますので、目安程度にご覧ください。では第1位、 SP ギャラクシーのグラップラーです。数ヶ月前のマーケットでは最安値キャラは全てグラップラーという時期がありましたが、調整アップデートで基礎スピードが大幅に上昇したことによってトップランカーの採用率が非常に高いクラスになりました。中でもギャラクシーは使用 SP コストが100に引き下げられたことによって非常に使いやすく、サイキック相手にはクリティカルヒットします。私のように横一列の陣形では SP が100溜まる前に倒すか諦めてダメージを受けるしかありません。また星や海のチャームでスピードを上昇させることによってファルコンカウンターを使用して盾役も可能で、カウンターがうまく決まればそれだけで格上の相手に勝利できるほど強力です。その場合のパッシブスキルはダメージを軽減する鉄壁や見切りがよく使われています。逆に排水の陣がついているインドラのグラップラーの場合は一番倒されにくい場所に配置して残り1体になってから逆転を狙える高火力のクラスです。ですのでヒカルさんのようにグラップラーを2体編成している人も多いほど強いクラスになりました。弱点としては単体攻撃しかないので相手の召喚ユニットが多い場合は対処しきれなくなります。その弱点をカバーするのが第2位、 SP アベンジャーのブレイカーです。ブレイカーは召喚ユニットにクリティカルヒットする範囲攻撃スキルを多数持ち、アベンジャーはコスト200で全体への攻撃が可能なので相手が横一列の陣形でない場合はギャラクシーを使用せずにこちらで対応可能になります。数ヶ月前はラグナロクのブレイカー一強の時代がありましたが、コストが300に引き上げられました。このように強すぎるとすぐに環境が変化してしまいますが、今後のアップデートでコストが250にまた調整されるような気もします。ブレイカーのスペシャルスキルは排水の陣と相性が良く、一番後ろに配置されていることが多いのですが、私たちのギルドマスターのコナンさんのように先陣を切っていくブレイカーもいますので、いろいろな陣形を試してみるのも面白いと思います。ブレイカーのチャームは初手でクリティカルが発生する竜のチャームで、短期決戦狙いの人が多い印象ですが、高額なので一番後ろに配置する場合は HP を回復する太陽や体重のチャームも有効です。特に体重のチャームは一番レアリティの低い装備でも毎ターン HP が80回復します。レアリティの低いチャームは6時間以上のトレジャーボックスからも出ますので、無課金の方もいつかは揃う可能性があります。そして第3位は同率でサムライと SP アルマゲドンのサイキックです。サムライは毒やスタンなどのデバフを解除できる唯一のスキル機器を所持し、瞑想でエナジーを他のアタッカーに回すことも可能でパーティー内の補助的な役割が大きいですが、攻撃的なスキルを選択し攻撃力アップのスキルと組み合わせれば強力なアタッカーにもなれますし、 SP の無限と召喚ユニット強化のパッシブスキルで召喚パーティーも可能になります。弱点は優位クラスである忍者から狙われやすくスピードが遅い点です。次にサイキックですが、数ヶ月前はバルキリー召喚が流行っていました。ですがアップデートによって現在は全体を攻撃できて火力の高いアルマゲドンが一番人気です。
これによりマーケットでの価格も大きく変化しています。サイキックの弱点としてはカードコストが高いので、ガーディアンのエナジーゲインなどと組み合わせないとエナジー不足で火力が出しにくく、またグラップラーが優位クラスなのでクリティカルダメージを受けやすく、 HP も低いのでパッシブスキルで強化しないとすぐに倒されてしまいます。続いて第5位はリンネ忍者です。正式リリース直後最強だった忍者も度重なるアップデートで弱体化されてきています。それでもスピード最速の恩恵や毒やスタンの効果が大きいので、トリッキーなバトルを好む人に人気のクラスで、特に忍者3体の編成は毒の重ね抜けによって課金額が相当上の人にも勝利できるほど強力です。あとは召喚ユニット強化のパッシブスキルとリトル忍者を組み合わせたり、バクトンを設置して全体攻撃に対抗したりと、対戦相手の相性と手札によって勝率が大きく変わります。他のクラスのように派手な大逆転はしにくいクラスですが、地味に着実に相手の HP を削って最後は先手を取ってとどめを刺すといった戦い方なので、スピード強化か見切りや HP 強化など生存率を高めるパッシブスキルがよく採用されています。最後の第6位のガーディアンは HP は高いですが、スピードを強化しないとほぼガードできないようなスキル内容で、優位クラスであるはずのグラップラーにクリティカルヒットするスキルは1枚だけで、しかも HP が減ると攻撃力が下がるので使えません。初心者さんのガーディアン使用率は高いですが、アリーナ上位になるほどガーディアンの使用率は下がっているのが現状です。以上が最強クラスのランキングでしたが、強いクラスと強いスキルカードだけ揃えても手札の回転が悪くなり勝率は上がりません。私は最下位のガーディアンを採用していますが、それでもランキング70位前後です。ですのでクラスごとの格差はかなり僅差になってきていると思います。デッキ編成のコツとしては、アタッカー以外のカードはサポートに徹して、できるだけカードコストの平均を下げると手札運による勝率のばらつきが少なくなると思います。このプロジェクトゼノのオロエさんは非常に精力的で、アップデートでより面白くなっていきます。無課金の方でも十分に楽しめるゲームですので、まだの方は概要欄のリンクよりどうぞ。またコナンさんのチームと合同でギルドを設立します。概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。 LINE オープンチャットもあり匿名で参加可能です。ディスコードは現在300名を突破しましたが、2000人と世界一を目指しています。どちらでも参加しやすい方からご参加ください。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。